エイミー・シューマーは、アメリカ合衆国の女優、コメディエンヌ。ニューヨーク・マンハッタンのアッパー・イースト、サイド出身。父親は、ウクライナ系ユダヤ人。また、上院議員のチャック・シューマーは親戚にあたる。ぽっちゃりした体型を活かした芸風で人気を博す。テレビドラマインサイド・エイミー・シューマーで、主演、脚本、制作総指揮を務め、様々な賞を受賞し、高い評価を受けた。 2015年、映画、エイミー、エイミー、エイミー。こじらせシングルライフの抜け出し方で映画初主演、脚本も務め、第73回ゴールデングローブ賞で、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。2018年2月16日、かねてから交際していたシェフのクリス・フィッシャーとの結婚を発表した。2018年10月4日、ワシントンにてデモに参加。 連邦議事堂に入り込んだところで、警官隊に拘束されたとする報道がなされた。デモは、過去の性的暴行疑惑が取り沙汰される中、合衆国最高裁判所判事に指名された、ブレット・カバノーの就任に抗議するもの。ありがとうございます。